めっちゃ暑いのきついよね。熱中症には気をつけてね。たんま、ありがとう。水分補給ね、男子大事。夏バテのやばいじゃん、夏バテ。麦茶飲んだらいいって聞いた。それ熱中症だっけ、あれ夏バテね、何がいいんだっけ。サッカーかわいいぞありがとう。今日も勉強、今日はそう今日も勉強かな。お話し会までね、ちょっと今日は時間があるのでお勉強します。お勉強もする勉強もするかな、勉強をじゃなくて勉強もする。英語かな、あ英語かな、なんか英語は単語を覚えてって言われたから一人でできるけど、ちょっと他の勉強は一人でできないのでかっちゃん、はい、みちかさん、ありがとう。そう、自分でできるお勉強やりたいかな。たいたかさん、頑張れ、ありがとう、頑張ります。会場で勉強してもらうの、確かに先生いっぱいおるけん奈緒くん、ハイビスカスありがとう。またマヤのレベルの勉強だったらもうほぼほぼ多分誰でもできるくらい簡単だからね。今日タムが最後のお話し会じゃない、数学を子供が教えてくれた。ユージさん、ハンタバありがとう。ケンタロウさん、かわいい、ありがとう。タムの最終活動日っていつだっけ。今日とかじゃないよね。ふーちゃんとタム一緒、今日がラスト、あ今日がラスト、やばいじゃん今日がラストなんだ、あそっか。でもなんかタムはさ、卒業っていうか分からんけど、卒業してもさ、なんか自分的にはなんか全然バリバリ絡む気満々だからさなんかそんなに寂しくないかもしれん。なんかスタジオとかで見れなくなっちゃったり現場で会えないのは寂しいけど、なんか全然卒業しちゃってもなんか
遊びたい気持ちでいっぱいなので、ちょっとあんまりなんか寂しいなっていう実感は湧いてないかもまだ。ティータンカップありがとう。そう、なんか大阪泊まりに行こうよみたいな、サウの家に遊びに行く気満々です。なんかさ、私大阪とか遊んだことないんですよ。なんかね、東京もプライベートで行ったことないくって、お仕事で行って、なんかめっちゃもうお昼とかにホテル戻らなきゃいけないみたいな、もう1時とか2時とかにホテル着くけどこれ遊びに行こうやみたいな時があって、その時に竹下通りとかをなんかみんなで歩いたことが あのと、あとめちゃめちゃプライベートで、あのユニバーだけは行ったことある、大阪の。でもそのあの有名なグリコのところ道頓堀とかそういうとこ行ったことないから行ってみたい。大阪は本当に何かプライベートでも遊んだりしたことないし、逆にお仕事とかで行ってもなんか街とか歩いたことないから行ってみたい。 DJ マスさん、だるまありがとう。クレープ食べたい。クレープ最近食べてないからクレープ食べたくなる。原宿でスカウトされなかった、スカウトされたかもしれん、わかんない。なんか私のお兄ちゃんあのちょうどママが東京に来てて、なんか夜ちょっとだけなんか お母さんが一緒なら行ってきていいよってちょっとだけ自由にしてもらったことがあるんですけど、その時に一番上のお兄ちゃんの彼女さんと歩いててめちゃめちゃ助けてもらったことがあるなんか多分スカウトされてめっちゃしつこくついてこられて、でマーチンもさ中学生もうだから怖いくてめっちゃ助けてもらった記憶がある。すごいさいつも不思議ちゃんでなんかわーわーってしてるのにめちゃめちゃなんかパッキリ断ってくれて守ってくれた記憶がある。優しい。スイカンマありがとう。ひさぽちゃんハートありがとう。多分一回行った時はあのマネージャーさんが思ってくれて、
裏原は行ったことないかも。なんかそもそもどこが裏原かわからない。ナンパじゃないの、なんかナンパのお姉さんも結構しつこくついてくるじゃないですか。でもなんかね、入り方がね違うんですよね、多分わかんないけど。別にそんな前はめちゃめちゃナンパされてるわけでもないけどでもすごいと思う。なんかどっか事務所入ってるんですか裏原に可愛いお洋服のお店があるって聞いてたから行ってみたかったけど、どこが裏原か分かんなかったでも でもそんな風にダイヤの原石だと思ってもらえて嬉しいわでもなんか怖い人もいるから気をつけてねって言われたけどさ、もうなんか前は原宿の時点で怖かったもん。なんかねロリータのお店かなんかからすごい何かを投げ入れられてたよ、なんか原宿の人通りが多いところに。なんかロリータのすごい、いやロリータじゃないな、ゴシックロリータからの人がなんかそう店のお人形さんみたいなやつとかをなんか上から投げてたんですよもうそれだけで怖いもん私。えめっちゃ怖いやん、そんな持ち投げ方式あるんやって思って。めっちゃ、いやそれだけでねすごい街やなって思った山口にいたらまずそんなことはないから、もうその時点で怖かったもん。そんなさあ目の前に落ちてきたよシュンってほーみたいな。でも前半はそういうの触れないタイプなので、なんか道端で人にいただいたお菓子とか食べれないタイプなんですよね。まあ、なんか食べてたと思うんだけど、なんかさいろんなニュースを見るじゃん、もういろんなニュースを見てさ、なんかアメちゃんに針の袋が入って針が入ってたとかさ、なんかその延長線上で毒素が塗られてたわかんないやんと思って、それを考えると食べれなくなる。なんか昔なんかその小学生の時に
交差点で旗持ってくれてるおじいちゃんがいたんだけど、その人にアメちゃんもらって、食べようか食べないか食べようか食べないかめちゃめちゃ迷った挙句飾ってました。ゆうじさん旗ありがとう。でもね、その人はとってもいい人なんよ。そう、飾りました。でもよく考えたら、なんか前は結構遅刻勢だったんですけど、朝その学校行くとき半分ぐらい行ったところで、もうなんか遅刻するよみたいな言われて、やばいですねみたいな。そう、めっちゃ仲良しでした。いや、めちゃめちゃね、小学生に人気のある方だった。なんかさ、毎日同じ時間に出てる人がいたんよ。その人、なんか私がちょっと早めに出たなーっていう日に、その人に出会ったら絶対に遅刻をしないわけ。その人を見つけるとホッとするよね。その方、なんか毎日同じ時間出る女の子その人を見かけるとちょっとホッとするよね。よかったーって。あとその交通指導員さんって、さっきのおじいさんね、あの人もそんなに何か遅い時間までいなかった。何か大体早く出た時しかいないんですけど、なんかたまーに、なんか外にいるんですよ。そう、かたまに会ってた。そう、だからなんかさ、早くで起きれた時とかさ、めっちゃなんかいろんな小学生がいてびっくりする。こんなにもたくさんの子供たちが歩いているんだ朝は。時計狩りしてないよ。そんなこと思ってないよ。そんなことないよ。学校行くの遅かったね。朝がね、起きれなかったんですよ昔から。でもそれでもちゃんと毎日学校に行ってて本当に偉かったと思う。なんか小学校の生徒指導の先生みたいな人がいたんですけど、なんかその人がめちゃめちゃ車で走ってる前のこと煽ってたんですよ。なんか朝さ走って行ってるじゃん前は。でなんか、おーい遅
刻するぞ、走って走ってみたいな。そう、なんかめっちゃ窓開けてめっちゃ煽り運転してくるんよ。え、なんかそんな言うんだったら乗せてよって思ってたけど、その先生が乗せてくれることなかった。めちゃめちゃ走って走ってみたいな、頑張って頑張ってみたいな言われてさ。でもなんかそういうこと言われるとさ、なんかあんま走りたくなくなっちゃうからさツンデレかって感じなんですけど、なんか天の尺かっていう感じなんですけど、なんかそう言われるとちょっとさ、なんかそう煽られたらさ、ちょっとなんか反抗心で歩きたくなっちゃうからさ、なんかまあまあ歩いて、まあ、いつも通りな感じ、前歯は持久力もないからそのずっと走り続けられないわけ。でなんかまあまあちょっと頑張って走ってそれでも。頑張って走っとって、でなんか学校着いた時に学校の先生も多分同時ぐらい着いたんよ。多分いろいろ回ってたんだと思うけど、なんか「え、早いね」みたいな「めっちゃ早いじゃん」ってうち褒められた記憶がある。でもなんか私もともと足が遅いから、なんか頑張って走ってもなんか大人が早歩きしたぐらい、いやもうちょっと遅いか、大人だったらマジでみんなが早歩きしてるのとあんま変わんないぐらいのスピードだったから、でもねその先生はねとても怖い先生で有名だった。前歯が卒業するときはおらんかったけど、なんか超怖い先生って有名でした。多分ね学級主任の主任の先生は怖めなイメージあるでしょ多分そういう先生だったんだと思う。私はね多分ねなんかずっと6年生の先生で、私がもう多分1年生2年生とか3年生とかの時だったから優しかったと思う。その怒られたことないから。私の中学校の時の学級主任の先生がめっちゃ怖かった。なんか急に声を荒げるタイプの先生でちょっとマサは苦手だった。なんか急にドカーンってさ爆発的な声を荒げるタイプ苦手なんですよ。なんか心臓に悪い。なんかさやめてほしい急に。しかも体育館とか響くやんか、もう面白いよちょっと今想像したら。なんかわあなんかそれが悪いと思わないけど、その悪いことをしたら喋らないでねって言われたのに喋っちゃってて怒られるはしょうがないと思うし、それをそのそれを
正してくれるのもすごいありがたいじゃないですか、中学生の家庭で。いやだけどそのね、急に声を荒げるのはやめてほしい。なんかもうちょっとあれや。当時も思ってた。なんかうわーって思ってた。なんか急にうわーっていうのやめてほしいじゃん。だってびっくりするじゃん。びっくりするしさ、何よりもさ、何もしてない私がかわいそうだった。だって誰とも喋ってないのにさ、急に声を荒げられてさ、なんかそもそも怒られるのがマジで本当に嫌いなんよ、前は。なんか何もしてないのに怒られてる。何もしてないのに急に声を荒げて怒られてて、さらには全員連帯責任でもう一回やり直しみたいな、運動部みたいなことさせられて、いやもうやめてくれよって思ったよね。でなんか他の先生もさ、なんかやり直しだよおらみたいになってさ、なんか先生たちもなんか帰りの道でさ、皆さんちょっとなんか何やねんみたいなこと言ってるわけですよ。その時に、ね、他の6年生の先生方が黙って移動みたいな黙って移動してみたいな、なんかすごいその気になっちゃっててさ、なんかそんなマイハは悪いことしてないのにみたいな、なんかいつもだったらなんか黙って移動しようねみたいな、黙って移動しましょうみたいな感じで言ってくる、なんかさそういう時だけなんか黙って移動みたいな、なんかねちっこい言い方になっちゃって、なんでそんなさみたいな。なんかでもなんでさ、今怒られてさやり直しさせられてんのにさ、なんか「やってる？」とかって言いながら言ったら絶対さ、もう一回やらせるやんか。ちょっと黙ってくれと思った。あ、ピンポン来たよ。ピンポン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 、何ユーバーイーツ、絶対ユーバーイーツ頼まねえよって言われた。何マハのものじゃない。なぜ？ちょっとなんかピンポン楽しいから前歯当てに欲しい、いっぱい。なんで怒ってるか分かりますかって言うから、え、分かる、なんかすいませんでしたって言ったら何がって言われるのが一番嫌だ。前歯分かってるやんって思う。何がすいませんなのみたいな。え、だって今そのことについて言われてたのに、なんですいませんでしたって言ったら何がって言われなきゃいけないのみたいな。もうほんとやめてほしい、そういうのね。ちょっとね、小学生の頃の先生の方がまだマシ。え？って言っちゃった。なんかすいませんでしたって言って、なんか何がみたいな言って、え、何だと思いますかって言いたくなっちゃった。え、何について話してるんですか。話聞いてなかったんですか。言いたくなっちゃう。前半ちょっと本当ダメですね。まあでも確かになんかとりあえず謝ってたら済むだろうみたいな
思ってる人もいるからね、話聞いてないじゃないですかとか言いたくなっちゃう。そういうのそれってあなたの感想ですよね。死ぬ。でもマハは中学時代で自分を標的にされて怒られたことはないよ。逆にめっちゃ優しかった。マハの煽りのアンコールの発動のファンでます。え、本当に嬉しい、ありがとう。みんなめっちゃ優しかったよ、学校の先生たち。なんかここは楽しいかいって言われて、はいって言ったらなんか、おーよかったー。マイハはいい子だから知ってると思うけど、あんまり怒られないよ。あの STU に入っても怒られないもん、もともと。え、そうなんよ。なんかね、優等生なんだけど、ちょっと朝が起きれないから遅刻っぽいけど、結構ちゃんとしてるんだよ。二期生オリンピックやるのは前八どんな競技に出たい？前八一期生なので一期生オリンピックに出たいかな。みんなが騒いでてもなぜか自分だけ名指しで怒る。わかる、私もそのタイプだよ。一緒だね。なんでかわからんけど前八だけ怒られる、目立つんよ。だってなんか見た目がチャラそう。よく言われてた、なんかチャラそうな見た目してるよねって。え、どこがですか、チャラそうですか。チャラそうだったらしい。私結構ちゃんとでもな、授業受けてたけどな。まあでもね、昔はなんかちょっとね、私服がね、なんかちょっと黒っぽいかっこよさげなやつが好きだったから、そういうの着てたからね。でも絶対さ、あっちの方が喋ってたやん。なんか私そういうの苦手で、苦手なこと多いんですけど、なんかそういう系で、なんで同じことをしているのに同じ罪にならないのかって思うタイプ。なんかその授業中に喋ることが犯罪だとして、みんなここも、まあ、松もちょろっとしてて、ここやってて、この辺もやってて、でも私だけ懲役5年みたいな、他のみんなはなんか1年とか、いや1年も満たず釈放されたりして、自分だけなんか牢屋に入れられたらさ、どうだみたいな。そんなこと思ってなかったけど、なんかなんでみんなやってたのに自分だけそういうこと言われなきゃいけないのかな、マジで理解ができなかった。だってさ、これがさ授業の注意だからまだ済んでる話じゃん。え、あっちもやしてたじゃないですかって言ったらさ、なんか
人のことは関係ないみたいな言ってくるじゃん。ちょっとあんまり言いすぎると腕を引っ張られて違うとこ連れて帰っちゃうから、ちょっとあんまり言っちゃダメよそういうのは。でも大人から見るとそういう子は面白くないですから強くないですけど。でもそうやない、なんかさ踏切とかさノーガードで渡っていく方とかいるやん。よくないよ本当に、なんかよくないと思う。みんななんかさ踏切、まあ警察も人だから大変だけど、なんか止まらずに行く人いるじゃん。なんかあれマジでよくないと思う。止まりなさいってあるのに、止まりなさいってあるんだから止まりなさいよって思っちゃうそういうのさ、なんか捕まっちゃった人がさ運が悪いなって思っちゃう時点でアウトじゃん。そういうのが苦手なんですよなんかダメじゃんそれじゃ、運が悪いじゃないよってなんで一時停止になってるかってちょっと考えようそんなこと言う私は基本あんまり何も考えずに生きているから、ちょっとそういうこと、なんで一時停止しなきゃいけないんですか、踏切があるからいいじゃないですかとか言っちゃうけどね、前八ね、何のための踏切なんですかひどいわ本当。でも警察のために一時停止するわけじゃないからね自分の命のためよほんまに。だって警察が捕まえやすいから一時停止にしましょうなんて、そんなのやばすぎる急いでる時ね、確かに。あのさなんかさ駅に、その駅に周辺の踏切さ、駅に着いてさ、駅に着いた瞬間にさ閉まられる時あるけどさ、え動いてないみたいな動いてないのにみたいな、いやもうちょっとで動きますよぐらいで閉めてくれてもいい。まあ、でもあれなんかな、え踏切はさあれさ時間で勝手に閉まるようになってるのかな。でもそれだと危ないよね、もし時間ができたらさずれちゃったらダメか。なか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 大変そう。花束ありがとう。まあ、山口はね電車が少ないのでね、あ距離ないや、すごいねそれ、めっちゃええやん。なんか運転手さんがそこまで操作してるんかと思ってた。
でもなんか都会はさ、都会は何が大変ってさ、なんか閉まったらすぐ閉まるやん、開くやん、すぐ閉まるやん。あれなんかみんなイライラしないの？なんか山口は一回さ開いたらそのまま、まあ結構開いてるけど、都会とかだってもうシュン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 って早い早いみたいな。山口は来ない、1時間に1本ぐらいしかないもん。なのに謎に駅綺麗でしょ。電車1時間に1本の割にはすごい駅綺麗でしょ。綺麗なんよね。なんかそういう中心部めっちゃ綺麗にするけどさ、なんか他のさ、まあ、基本的に無人駅なんだけど、なんかああいう駅 やばいからなんか綺麗にしてみてほしい。でもそこまでは必要ないとされてるのかな。大きいってさ、その新幹線通るところだけはさ綺麗なんよ。徳山駅も綺麗でしょ。新幹線のところはマジで綺麗なんよ。パスモとか使えんよ。パスモとか使えん使えん、そういうのないもん。そういうシステムがない。なんかバスとか電車も切符を買うか定期か、電子交通 IC カードなんてないよ。でも前はもう帰っ、なんか小学高校を卒業して広島に来たでしょ。広島にもあるじゃん、パスピーとかイコカとか、まあ今何でも使えるけど、だからなんか IC カード小学生の頃はバスとか電車とかほぼ乗ってなかったから、そういうのあると思って帰ったらなんかなくて、ないやんってなんかピーってあのピーってやるあの機械がない、見当たらないみたいな。すごいね。でもコンビニでは使える、あの決済ができるでしょ、コンビニで。あれはできるよ。あとあのゲームセンターとかお買い物できるけど、多分ね。岩国バスは使えるらしい、マジですげえ。でも確かに岩国ぐらいは使えてほしい。なんでかっていうと、広島から岩国に行く人が多いから。ていうか全部使えるようにしてよ。自動改札とかない、無人駅だよほぼ。あの大きいところはあるよ、その新山口駅とかあるけど、その新山口駅から出てる電車のその駅とかはないよ多分。新山口はあるんじゃない？新山口駅はあるよ、あの
こう入れるタイプ、あの自動のやつ。確かに無人駅こそ自動にすればいいのに。確かに、でも多分それを使う人の割に合ってないんじゃない、もうその自動を作るほどそこで人が出入りすることがあんまりないんじゃない。でもなんかもうちょっと、いやなんかコンクリートがだってなんかもうすごい暗くて、なんかいつまでも貼ってあるなんか未成年飲酒と喫煙はやめようポスターと、いじめはダメだぞポスターと。いや駅って感じですね。駅感あるよ。でもなんか昔前歯は山口県をめちゃめちゃ綺麗にしたいみたいなことした気がする。山口県全体を東京みたいにするにはどれぐらいお金が必要なんだろうって話したことがあるパパと。多分無理だと思うって言われた。確かに無理、今考えてみたら。そうなんかさ、ちょっと古いっぽい感じあるじゃん。なんか東京は進化してる感じ。なんか山口県って田舎の割に治安が悪いんよ。なんかこう私が住んでたところだけかもしれんけど、なんかあの歩道橋の下にヤンキーが溜まってたから、昔は、今はどうか知らんけど、で怖かったんよ。なんで山口なのに歩道橋の下にヤンキーが溜まってるんだと思ってた。でも大体どこに行ってもそんなもんよね。でも東京なんて行ったらもう逆にあれか、なんか絶対スプレーでシューってやられるやんね。コメデマどうだろうね、今どこにいるんだろう。わかんない、田舎はヤンキーを。あ、そうなんや。でも歩道橋の下に集まるなんてベターなことしてるよね、今考えたら。なんか中学生の男の子がさ風を切って歩いてるのちょっと可愛いよね。今はね昔マジで怖かったよ本当に。でもなんか そういう人たちの悪がさ、まだなんか制服のさ下に赤いパーカー着てるぐらいのレベルでよかったよ。なんかマジで、怖いね。歩道橋の下にたまらないじゃんかな。あ、本当に。なんかさこうなるところあるじゃん、その渡るところの下に柱があって、ここはあの階段があるでしょ。ここに柵があったんよ。もうここにいたの。ナヘツもそっちに行く素質あったんじゃない。いや、ないですよ、だって怖かったもん。怖かったもん。うん、
所にはいなかった、近所はいなかったよ。近所の治安もめちゃめちゃ良かった。あのワンワンの散歩してるおじちゃんがめっちゃ優しいって感じだった。いやなんかいいよね山口って、なんか可愛いって言ったら絶対立ち止まってくれるんよ。触らせてくれたりお話ししてくれたりしてたから、いい街だなと思う。なんかそのお散歩してるのが若い人でもおじいちゃんでもなんかみんな立ち止まってくれるんよ。なんかいいよね。なんていう種類なんですかとか、なんていうお名前ですかとか、触っていいですかって言ってるあの時間って幸せだよね。ハッピー不足、いやそれを昨日ハッピーの夢見たもん。ハッピーに会いたい、ハッピーハッピーって言ったらさ、なんかどこかわからない遠くからさ、ちょこ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 って歩いてこっちに来てくれる姿が愛おしすぎて永遠に呼んでしまう。ハッピーハッピーって言ったらさ、ちょこ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 来てくれるの可愛くていっぱい呼んじゃう、かわちい。だからちょっと広島だとハッピーと過ごせないから、前はみちゅけのちゃまちゃんにもう会いたい気持ちでいっぱいなんですよ。いやあの子可愛いよ本当に。あの子は可愛いよ。でもみちはちゃまくんのことブサカワって言うんよ。世界一可愛いのに。いや世界一可愛いのは自分ちのワンちゃんやけど、それを除いて一番可愛いのにから、犬種なんだっけ、ちゃまくんパッ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 、違うチワワだったと思う。ゆうじさんまありがとう。めっちゃ可愛い。なんか自分のお家のワンちゃん以外を見てなんかあー可愛いってなることはあるけど、なんかちゃまちゃんは本当に可愛いんよ。本当に可愛くて、あなんか自分のワンちゃん以外でこんなに可愛いって思うワンちゃんいるんやって思った。なんか前はね、もともとチワワが飼いたかったよ昔。多分それもあるか分かんないけど、黒いところもいいよ色が。女の子、男の子じゃない、チャマくんじゃない、わかんないけど。もみじも可愛いよ、もみじも可愛いけど、まやっちはチャマの方が好き。顔はなんかね、まやね、チワワとかパピヨンとかあの辺が好きなんよ。なんか種類的にもともとチワワパピヨンとか好きで、なんか超優しそうなワンちゃんじゃん、モミジって。あモミジってスタッフさんのワンちゃんなんですけど、そうポメラニアンとか好きで、私ポメラニアンとかトイプードルとかシーズーとか好きな人多いけど、マヤッチはチワワとかパピヨンとかの方が好き。だからちょっとチャマが勝っちゃう。ちょっとなんか人様のワンちゃんを呼び捨てにしてはいけん。でもチャマくんって呼ぶ日かチャマちゃんっていうかずっと迷ってて結末が出てない。
でも私大人になったらラブラドールレトリーバー飼いたいんですよ。あ違う、ゴールデンレトリーバー飼いたくて。可愛くない？なんか私坂上忍さんの YouTube を見てるんですよ。なんかいるんよゴールデンレトリーバーの男の子、めっちゃ可愛いと思って。散歩するの大変です。確かにうちにも大きいワンちゃんがいるんですけど、ライデンくんっていう大型犬がいるんですけど、私ねちょっと昔、まあ、ちっちゃかった頃だからライデンくんのお散歩は行けなかった。もうクッて引っ張られたら負けちゃうから前はずっとハッピーのお散歩してて、まあ、お兄ちゃんがライデン持ってパパが持ったり、なんかお兄ちゃんも昔ライデンくんを散歩してて、多分ビュってライデンが行っちゃって、それが多分踏切とかの方で泣いてた記憶があるな。兄ちゃんがでも生きてた、よかった。いやよかった、マジ危なかったあれは。なんかごめん、いや引っ張ったら強いんよ。でもだから大型犬ってしつけしっかりしなきゃいけないじゃん。パパがめっちゃやってた、なんか頑張ってたイメージある。なんかパパにどんだけ怒られてもパパのことが好きなんだなって。可愛いよねワンちゃんって。無事でよかったよ。でもだからパパより前に出たら「どうだよ」みたいな。パパより前に出たらダメなの、パパルールは。パパより前を歩かないっていうルールがある。お利口ないよ。そうなの。吠えない。なんか最近はちょっとなんかもうおじいちゃんで、ライデンくん玄関が好きなんだけど、玄関とその廊下結構段差があるんだけど、降りるのがもう大変で「おー」ってずっと言ってるんだけど、もともと吠えない子なんよ。そうで、たまにさ吠えないから、たまになんか寝言でずっと吠えてる時があって、なんかこうやってこうやってなんか足をこうやってなんか「ワン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 」みたいな「ワンワン」みたいな「絶対草原走ってる夢見てるやん」みたいな。そう最近ちょっと配信に出たがりなところがあって、さっきまで動いてなかったのに配信始めた瞬間に動き始めるっていう、なんか超配信に出たがりなライデンくんが。かわいいでしょ。かわいいよライデンくん、かわいいよ。ハッピーちゃんもかわいいの。ハッピーちゃんはパパとお兄ちゃんがなんかちょっとあんまり仲が良くないそうなんですけど、リリーマスさん誰もありがとう。ちょっとハッピーちゃんはねおしっこが上手にできないので、ちょっとパパたちからちょっと嫌がられてますね。
そう、でも前歯は仲良しだから、ハッピーと。もうなんか何でも愛おしくなっちゃうよね、なんか。そう、何でも愛おしい、ハッピーちゃんは。うん、かわいいねってなっちゃう。あと昔めっちゃ仲悪かったよね、でもハッピーちゃんと前ハッチやハッハちゃんめっちゃ仲が悪くって、もともとなんか呼んでも絶対来ないし、超仲が悪かったの。なんかふん、じゃあそんなんだったらもういいしみたいな前半もなっちゃって、なんかもうお互いツンツンだったんだけど、それこそ広島に来てから多分マイハがおらんことの寂しさを知ったんよ、ハッピーを。そうで、なんか帰ってめっちゃ仲良くなった。なんか来たら来る、呼んだら来るし、なんかマイハもハッピーに尽くすし、ハッピーもマイハに尽くしてくれるようになって、なんか超仲良しになった。今になってやっと。でもめちゃめちゃ気使ってくれてるんだろうなっていうのは分かる。いや、ハッピーちゃんがさ、この前いつ帰った時か忘れちゃったけど、なんか足が痛くなっちゃったか腰が抜けたかちょっと分かんないんだけど、なんかすごいハッピーがなんか足を引きずって歩いてた時があって、で多分あまりの痛さに頭がおかしくなってしまってなんか走れないのに猫を追いかけて走ってめっちゃこけたりとか本当にかわいそうって、もうめっちゃかわいくて、なんか走りなさんなよみたいな、なんか腰が抜けたっぽいくって、なんかハッピーをハッピーがとかってやるとちょっと興奮してしまうから、ほっとしとこうみたいな、しばらくちょっと好きにさせようみたいな、落ち着かせようみたいなしたら、なんか最初おとなしかったんやけど、なんかだんだんなんかテンションが上がってきてしまって、ちょっとなんかすっごいなんかねめっちゃ飛んでこけたりとかめっちゃ走ってこけたりとか、なんかすごいこけちゃってて、なんかでも私ハッピーがこけてるとこ見たことなくてもうね、すごいほんと狂気だった、なんかみたいなすごい、えそんなハッピー見たことないみたいなレベルで、すごいなんか大変大変、なんかすごい変なスイッチが入っちゃって、いや可愛かったな、なんかもう。でもしばらくしたら治ったんですよ、しばらくして治ったんだけど、なんかでもマジ心配だった、かわいそうで涙が出てきたの。それぐらい心配なんですよ、それぐらい心配なんだけど、マジで可愛かったんよ本当。なんかだってどう考えてもさ走ったらこけるなんて分かってるのにさ、何回も走ってこけるしさ、あの猫の足の速さにさ、なんか追いかけようとしてさこけるしさ、もう意味が分からんと思って、で足痛いのにジャンプするし、やめてやめてみたいな何やってんのみたいな、何なんでみたいな、そのソファーとかあるやんソファーとかさ、こう折ればええやんいつもみたいに、なんでそんな急にみたいな、ちょっと多分痛すぎて正気では得られなかったんかもしれん。かわいいね、
終わろう、終わらなきゃ、終わらなきゃ終わります。 OK、 終わるよ。いや、そんな感じで可愛かったんですよ、とっても。じゃあランキング読みましょうか。全然間に合う。ではランキング発表したいと思います。にゃん。13位ミルさん、ありがとう。12位マーチのマーカー、最初ありがとう。あ、変わりました。13位チャリオさん、ありがとう。12位マーシーさん、ありがとう。11位は初のマーカー、3位ありがとう。初チュッキーチュッキー大チュッキー、今日も超絶かわいいワハリキュンです、ありがとう。10位ユージさん、朝からかわいいワイハが見えて幸せな気持ちになりました。今日の話し会も楽しんでね、勉強も頑張ってね、朝から楽しい時間ありがとう。あー、こちらこそありがとう。9位ユーさん、ありがとう。マイハッチは久しぶり、ありがとう。7位ビッグエブさん、7位ビッグエブさん、ありがとう。6位ザッキーさん、ありがとう。5位おさむち、ありがとう。4位ももさん、ありがとう。3位ティータン、朝の同盟会好き、今日から出張なので頑張ります。おお、頑張って、ファイトファイト。第2位ロコポコさん、ありがとう。そして第1位はドゥルルルン、ジェジェマスさんでした、ありがとう。広島県の入った、おお、ありがとうございます。走れば間に合う。え、そんな時間なかったっけ今日。全然あるよ全然ある、大丈夫。今日ゆったり配信。じゃあ奈さん、今日はオンラインではなく直接会えるお話し会ということで、会える方とても楽しみにしてますのでよろしくお願いします。今日は一番最後の分なのでちょっとゆっくりからって感じなので、皆さんも素敵な一日をお過ごしくださいということで、今日という日が皆さんにとって素敵な一日となりますように。せーの、ハッチウェイまた明日か、明日の配信でお会いしましょう。せーの、バイチャ、バイバーイ。あ、スペシャルギフト、コメントカウント星投げ、皆さん今日もありがとうございました。バイバーイ。